はい。講師の初谷です。今回は、この格安スマホについて説明します。これ、格安スマホと言われるぐらいですから、格安なスマートフォンなんですけれども、じゃあ、この格安スマホは一体何が格安なのかわからないですよね、はい。そこから今日解説をしていきますで。今回の格安スマホについてもですね、ざっくり説明します。じゃないと、わけが分かんなくなるからですね。はい。では、いきます。 で、まず何が格安なのかということなんですが、そもそもスマートフォンにはこの3つの料金がかかるんだということを知らなきゃいけないですね。そこから行きましょう。はい。まず一つ目は端末料金です。これはこのスマートフォンの機械。これの料金ですね。はい。それから次。次はインターネット利用料金がかかります。これを 通称通信料って呼んでますね通信通信ってよく言われますけども通信っていうのは、まあ、今やインターネットをこのスマートフォンっていうのはですねこれちっちゃいパソコンなんですよパソコンと同じようなことがここでできるからスマート賢いフォン電話だって言われてるんですねですからこのスマートフォンでインターネットを使わない人なんてまずいないんですよね これスマホでインターネット使わないんであればそもそもスマホにする理由が全くありません昔の携帯電話ガラケーで十分ですねここでパソコンでできるようなことをやりたいからスマホを買うわけです賢いフォンスマートフォンですから必ずインターネット利用料金がかかりますそれから当然まあフォン電話でもありますから電話料金がかかるとでこの3つの料金がかかるんですがじゃあどこが格安なのかという話をしますまずここの端末料金これ 安めです格安と言えるかどうか微妙なんですけどまあ確かに安い端末が多いんですよねこの格安スマホに申し込むとでこれ何で安いのかというとですね理由がですねなぜ Y 安いのかというと単純でで古いからなんですよね昔のスマートフォンの端末を使ってるから、まあ、端末代金が安いんですよはい。 でまあ、じゃあ実際にいくらぐらいの、ね、値段なのかっていうと結構ピンキリなんですねもう、まあ、本当にただに近いものもあれば、まあ、格安スマホ古いスマホだけど5万円ぐらいするものもあるんですよだから、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、そこの話を詳しくするともうこの基本的な知識自体が訳わ,わかんなくなっちゃいますから割愛しますとにかく安めです端末料金はなぜ安いかって言ったら古いからなんですねそれからこのインターネット利用料金も、えー、安いですね でこれも料金の説明するともう訳わかんなくなりますから、まあ、ざっくり説明すると、まあ、月900円ぐらいからインターネットを楽しむことができます利用することができますでこれもたくさんインターネットを使うとこれが2000円だったり3000円だったりしてくるわけなんですけれどもいずれにしても900円というですね安いね利用料金から利用することができます。で なんでこれこんなに安く、ね、格安スマホはインターネットを使えるのかというと理由がありますで例えばそうですね格安スマホの格安スマホを売ってる会社さん180社ぐらいいるんですけれども、まあ、代表的な会社さんをじゃイオンさんだとしますショッピングモールのイオンさんですねでイオンさんはこの インターネットや電話の設備を自前で用意しているわけではないんですイオンさんはドコモからねその電話インターネットの回線を安くレンタル受けてるんですよそして我々消費者に対してこうまた貸しまた貸しっていうと響き悪いですよねさらに安くレンタルしてくれてるんですよねだから こういうドコモさんの設備を借りてる自前で基地局立ててインターネット電話でできる回線引いてっていうのをやってないから安くレンタルしてくれてるんですよねその分だけ消費者に対しての料金を抑えてるこういうからくりなんですで他の180社も同じ仕組みですドコモさんとかそれから場合によっては AU の電話回線インターネット回線を安くレンタル受けてます そそししててて消費者に安く貸してく貸れているとそんな仕組みです、はい、でここまでね、まあ、安い安いときてますけれどもじゃあ電話料金はどうなのかというとですねこれ実は全く安くないんですね電話料金格安スマホを申し込むと電話料金は大体ざっくり言うとですね30秒20円です これ例えば60秒、例えば1分にしたらいくらかっていうと、当然2倍の40円なんですね。じゃあ、1日10分話したとすると、かける10ですから400円。それを30日、えー、毎日やったとすると、400円かける30ですから、1万2000円かかるんですよね。全然安くないですよね。なので、実は格安スマホっていうのは電話に向いてないんです。じゃあ、どういう人に向いてるかって言ったら、とにかくスマホ使いたい。 ガラケーじゃなくてスマホを使いたいんだアプリ入れて、ね、いろいろやりたいんだとそしてインターネットスマホでインターネットはライトに使いたいそんなにバンバン使わずにちょっと使いたいメールそれから検索そしてちょっとしたアプリを使いたいだけなんだとで電話ほとんどしないっていう人に格安スマホは今のところ向いてます とすると、あんまり格安スマホをね、今すぐ買いたいという欲求が出てこないかもしれませんけど、なんでこの動画を届けたかっていうと、この格安スマホのこのデメリットを、いずれ近いうちに潰れるからなんですね。格安スマホも1年前と今とでは全然違うんですよ。かなり進化してるんです。昔、格安スマホは電話機能なんてなかったんですよ。ただ単にインターネットを使えるだけのスマホだったんですね。だけど電話機能ついたりだとか。いろいろ進化してるので、今後このデメリットが全部潰れて、 スマホのの料金が下が下っていいいくのはこれ間違いないんですね。だから今のうちにこういう知識を仕入れておいていただきたかったんですね。で、ただそうは言ってもですね、今すぐじゃ格安スマホの方がおすすめかっていうと、まあ、そんなこともないので、まあ、その話をもう少ししたいなと思います。この格安スマホはまあ安いけれどもやっぱりデメリットがあるんですね。そのデメリットもまとめておきます。まず1つ。 ショップがないですどこも au ソフトバンクというああいう大きな携帯電話会社としっかり契約をするとですね必ずそのショップに何、ね、かトラブルがあった時に駆け込めるじゃないですかだけどその駆け込み寺のショップがやっぱりこの格安スマホの会社にはないんですよじゃあどうやってサポートを受けるかっていうと格安スマホを買ったらですね何かあったら電話サポートです それからこれを格安スマホの会社に送ってパッキングして郵送してそして直して戻してくれるっていうのはできますだけどこれ送って戻ってくる間ってこれ使えないじゃないですかという意味でやっぱりサポートは格安スマホはそんなに手厚くないですどこも au ソフトバンクそれから y モバイルというおっきな携帯電話会社と契約をした方がショップが使えるっていうメリットがある逆に格安スマホでは使えないってことですね それから、あとの2番3番はもう言っちゃいましたけれども、デメリットの2番目はですね、この端末が古い。古いと何が嫌かっていうとですね、充電が持ちにくいんですよ。昔のスマートフォンはすぐに充電切れちゃいます。1日持たなかったりするんで、だから、古いから、端末が古いから、充電が持たない。それから、 3番目、字汚くてすみませんは、まあ、電話料金が高いということですね。電話料金が高い。すみません、字汚いんですけど、あんまり長く説明すると、この動画見てて飽きちゃいますから、字汚いのはご容赦ください。ということで、今はなかなか格安スマホって、まだデメリットが多くて、ちょっとつきづらいんですが、いずれこのデメリットも全部潰れる。 必ず進化して電話料金が下がっていく。そして、この格安スマホが進化すればするほど、本家のどこも au、ソフトバンクもうかうかしてられないから、必ずサービスレベルを上げる。もしくは、料金をもうちょっとリーズナブルなプランを出すということになっていきます。結果的には、我々消費者がもう少し安い料金で、そして進化したいろんなこういうスマホのサービスを受けることができるようになってこれ自体は間違いないです。はい。では、 この、ね、格安スマホの知識を、まあ、ざっくりしたものを仕入れていただいたと思うんですけれどももうちょっとだけ格安スマホについて説明しますでここからは格安スマホとは切っても切れない SIM カードというものの説明をしていきます、はい、じゃあこちらカメラ向けてください見えますかはいでこれ格安スマホですこれ私が買ったやつですね当然端末古いですはいで この格安スマホね、例えばイオンさんとか行くとこういうの売ってくれるんですけれども、はい。この格安スマホとは別にですね、この SIM カードと呼ばれるカードの説明をしたいんですね。なんでかというと、切っても切れない存在なんだからです。で、これ何の役割をしているかというとですね、この SIM カードっていうのは、電話、それからインターネットの役割をしています。つまり、この SIM カードがなければですね、この SIM カードがなければ、 入ってるんですけども、スマホの中に。このスマホ、電話もインターネットもできないんですよ。この SIM カードが中に入っているから、電話、インターネットができるんですね。だから、この SIM カードがなければですね、この端末、ただの箱です。何もできないです。はい。で、なんでこの説明をしたかっていうと、あの、電気屋さんとか行くとですね、この、ね、端末と、 SIM カードをだからこの知識を知らなければこの格安スマホを買うことすらできなかったりするんですでイオンさんなんかはそうは言ってもこの2つ別々で買って設定なんて我々一般消費者特に初心者はできないのでこれ中に入れちゃってですねそして設定までしてくれて「はいどうぞもう使います」っていう状態で売ってくれてるんですよ。 だけど本来、この端末と SIM カードっていうのは分かれてます。で、別々に売ってたりするんですよ。電化製品店で。で、これ見てください。これ。これ SIM カードです。こんな感じで売ってるんですよ。これ買うんです。SIM カードって言って。で、この中には、こう、SIM カードが入ってるんですよ。はい。で、これをベリって剥がす。剥がしたら、これです。 でこれを買ったらですね、SIM カードを買ったら、本来は自分でこの古い、ね、スマートフォンもまた別に買って、そして、こう、後ろ開けて、バッテリー剥がして、そして、この SIM カードを、この中に入れると。見えますかカチッと入れる。 そしてバッテリー戻すバッテリー戻すそして蓋閉めるそして初めてこのスマホが電話もインターネットもできるんですというのが SIM カードとこの端末の関係なんですね SIM カードが中に入っているものが格安スマホと呼ばれる時もあればですね、えー、SIM カードが入っていない あごめんなさい、えっと、もう一回言うとですね SIM カードとこの端末が入ってるものが格安スマホですだけどこれ別々で売ってたりもします外国なんか行くと SIM カードとこういう端末は別々で売ってるからこれ自分で SIM カードこれ買ってですねコンビニとかで買ってでこの中に入れて設定しなきゃいけないんですね、はい、だけどあの我々にはそんなことできないんであのイオンさんとか行くとこれまとめてセットで売ってくれてます はい、じゃあちょっとこっちに向けてください、はい、まあ当然、あのー、今の SIM カードと端末セットになっているものを選べばいいんですよねイオンさんとか言ってそうすると今の SIM カードの細かい知識いらないんですけれどもなんで SIM カードの話したかっていうと結構今ニュースとかで SIM カード SIM カードってこう盛んに騒がれてるからなんですねでやっぱり知識知らないといろんなものを選べないじゃないですか買い物も失敗するし だからここでぜひね SIM カードとこの格安スマホの関係の知識も知っておいていただきたかったってことですまとめます今はやっぱりねいろんなデメリットがあるので、まあ、特に初心者の方は格安スマホをおすすめしないですドコモ au ソフトバンク y モバイルというおっきなね携帯電話会社と契約をしてスマホを手にしてくださいちょっとね料金この格安スマホよりはかさむかもしれませんがただショップがあるし ね、電話バンバンするんだったら逆にあの大きな会社と契約した方が電話料金安いです今だったらもう電話どこにかけ,かけても,、ねえー、も3500円までみたいなプランありますからもう夜中かけても朝かけても、ね、どこにかけてもそれから固定電話にかけても携帯にかけても,もうどんだけかけても3500円みたいな料金がありますからどこも au ソフトバンク y モバイルに行って契約するのをお勧めします。ただし この格安スマホもどんどん進化をしていきますから今知識を仕入れておいていただきたかったってことですはい、以上が格安スマホと SIM カードについてでしたどうもありがとうございました